皆さんこんにちは。本日の試合はロンドン FC 対マンチェスターユナイテッドエスタディオヌエボトリウンフォよりお届けしてまいります。解説は七海さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。さあ七海さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。ロンドン FC 対マンチェスターユナイテッド、どういった立ち上がりになるんでしょうか。パス越えるか、オフサイド。アザール、ここで受ける、裏を狙う、ボールが抜ける、オフサイドかと思いましたけど、上ありませんね。シュート、まだある、マティッチ。さあアザール、置きに行く、どうだ、シュート、ゴール。マンチェスターユナイテッド相手に先にゴールを決めました。アーティスティックなゴール、決まりましたね。そうですね、ボールの軌道がね、ゴール。マンチェスターユナイテッド狙いつきます。ここで同点。いや、追いつきましたね。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。まずこの選手にマークをつかなければというのは分かってたと思うんですけどね。そうですね、ちょっと捕まえられませんでしたね。はい、きついでしょうね。同点に持ち込みました。今のゴールで両チームに火がつきそうですね。ここからはお互い力を持っているので、レベルの高い試合になりそうですね。ここは体を張ります。前半の3分の1が経過しました。バンペルシーへ、いいパス出ましたね。抜けてきた、1対1、ね、シュート、ルーニー、ゴール、決まった。マンチェスターユナイテッド巻き返します。ルーニー、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。素晴らしいシュートでしたよね。分かっていても反応できませんよね。さあマンチェスターユナイテッド1点をリードしてリスタート。よくひっくり返しましたね。本当にリスクを負って攻めた結果だと思いますね。裏を狙う、このボールをカットします。マティッチ、ジエゴ、どうする、出ましたね。さあボールが抜ける、シュート、アザール、しかし取り出しのタイミング見事でした。左サイドのドリブル、アスピアンからのパスは通りませんでした。しっかりパスコース抜けますよね。旗は上がっていません。ここ抜け出しましたね。ここ抜けてくる、ゴール、再び同点。ここでの
ためにボックス内まで積極的に運んでいきましたよね。ですね。もう2点目です。ロンドン FC 今日はよく粘ります。サポーターも嬉しい展開。いやこのゴールでお互いさらにファイトする見応えのある試合になりそうですね。前半34分経過、スコアは2対2、同点です。このボールに触ります。ラミレス、さあ抜けてきた。バレンシア、デライン、エレー、絶妙ですね。抜け出しました。さあどうだ、受けるバンペリシー、連続ビッグチャンス、もう決まるかっていう状況なんですけど ね、 そうですね。こういった時間帯で決め切れるかどうか、試合全体を見ても重要だと思いますね。なるほど。縦にボールをつないでいきます。クーニーへのパース、クーニーからバンペリシー、裏に味方を走らせる、シュートもあります。クリア、フェライニからエレーラ、ウィリアム、オスカル、長いボール裏へ落とす。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。点の取り合いの様相を呈しています。名波さん、前半はもう完全に点の取り合い、すさまじい展開になりましたね。いや非常にこう白熱したいい戦いになってるんじゃないでしょうかね。そうですね。この後も盛り上がる展開を期待したいですよね。そうですね。後半どのような試合が展開するのか非常に注目されるところです。前半は2対2の同点で終了、後半へと続きます。では後半見ていきましょう。このパス超えるか、上がっていくオスカル、右サイドへ振ってジエゴに渡る、ジョーン、ワンマタ、ヘレーラ、ペルシー、味方を走らせる。あっとこれはワンツー、ラミレス、このボールはカットされます。さあワンマタ、いいパスですね。コースが空いたか、ファンペルシー、マンチェスターユナイテッド、このゴールで勝ち越し。これは結果的にはパスミスからの失点ということになってしまうんでしょうね。まあそうなってしまいますよね、ええ、ミスした方としてはちょっとショックですよね、はい、最終的に失点につながってしまいましたからね。そうですね。今日2点目のゴールです。マンチェスターユナイテッドとしては後半の入りの点を取ってリズムが出てきましたよね。そうですね。裏のスペースに置きに行く、このチャンスですね。キーパーの1対1、あ、こぼれてる、また行きますね。1点リードというゲーム展開、後半追加点が欲しいところでしょうか。ドログバ、危ないでしょこれ。さあもう一度か、クーニー、今日得点を挙げています。
がまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、名波さんいかがでしたか。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたね。前線の今の動き出しは常に狙ってないとできないですからね。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。ファルカオ・ガルシア。さあ、マンチェスター・ユナイテッド2点差にリードを広げてリスタートです。このゴールでさらにリズムに乗ってくるかもしれませんね。マンチェスターユナイテッドとしては攻めるのか守るのか、チームとしてのゲームプランをはっきりしておいた方がいいですよね。なるほど。ファルカオ・ガルシア、ゴール。マンチェスターユナイテッド、これで3ゴール差になります。ここでフリーで打たせてはいけません。ちゃんと修正しなければいけません ね。 そうですね。ゴール前でこれだけフリーにさせてしまうということは大きな問題ですから ね。 そうですね。ファルカオ・ガルシ、今日2点目です。さあ、マンチェスター・ユナイテッド3点のリードでリスタート。後半34分です。スルーパス、デライン、さあ抜けてきた、バーン・ペルシー決めた。マンチェスター・ユナイテッド容赦ない一発。シュートに持っていくための今のファーストタッチ、素晴らしかったですね。そうですね、まあ、シュートもそうなんですけど、次のプレーをイメージしたコントロール、ここが全てだったと思いますね。そうですね。止まらないですね。さあ、マンチェスターユナイテッド、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。カウンターを仕掛けていきます。スペース出ましたね。シュートレンジです。ボールコントロール、打った、残ってますね。フリーになった、こぼれた、ルーリー、キャリー、ディマリア、ディマリアからファンペルシー来ますね。これ味方を走らせる。アディショナルタイム3分という表記です。シェスク、シェスクからドロブラ、抜けてくる、さあどうだ、1対1、強いですね。気をつけなければいけないエリア。そして今試合終了、6対3、マンチェスターユナイテッド逆転で撃破。さあ、名波さん、最終的には逆転